今日最初のお客様です。ビューティークリエイター有限会社 H&Wise カンパニー代表取締役樋口陽子さんをお招きしています。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。1ヶ月ぶりですね。1ヶ月ぶり第2回目ということで、今日もねとっても私にとってはすごく楽しみなまたテーマなんですよね。そうですね。今日のテーマ、ダイエットの肝、肝なんですって。肝、はい、そうですね、今日はもうダイエット、キーになる部分ということで、今日はお話をさせていただくんですけれども、今日は2つあります、1つ目はですね、まずカロリー摂取、そして2つ目は、寝ている間も、なんと痩せられる体を作る方法。寝ている間、これがなんかとっても魅力的なことですよね。私も憧れてます本当にそんなことってできるんですか？できるんです。今日はちょっとそのことについて、お話を進めていきたいなと、いうふうに思っております。まず一つ目のカロリー摂取についてなんですけれども、ちょっと図を見ていただけますでしょうか。この図はですね、実は摂取カロリーと、消費カロリーを知っていただくために今日お持ちしたんですけれども、この2つを上手にコントロールしていくというのが一応基本になってるんです、これも避けられないことになるんです、ちょっとね摂取カロリーに注目していただきたいんですけれども、この摂取カロリーをねコントロールして行うという方法が、もうこれはいろんなところでも皆さんやったことあるかもしれないんですけれども、レコーディングダイエット。レコーディングよく聞きますよね。すごい、あれだよね、こうやってズボンをこう、なんか本がすごい大ヒットしましたね。結構そうですね、食べたものを全部記録をしていくという、そういうことが一つですよね、レコーディングダイエットで。ここで一つですね、コントロールのそのコツを、ちょっと言いますと、摂取カロリー、要するにお食事をする、体に入れるのを減らすっていうことなんですけれども、これは非常に難しいですね、でもこの方法って一番手っ取り早いんですけれども、例えば外食とか、付き合いであるとか、そうですよね、飲み会、それからあと旅行でどうしても食べて、やっぱりちゃんと出ますからね、で、そういうところでどうしてもこう取りすぎてしまうっていう傾向の時に、どうしたらいいかっていうと、次の日にちゃんと調整をするっていう、じゃあもうその時は割り切って美味しいもの食べちゃっていいと、そうなんです、ということですね。ここで大事なのは、自分のその例えば、カロリーどのくらいまで取っていいのかっていうのが、知らなきゃいけないんです。確かに、そう、例えば年齢、身長体重、いろいろ男性女性って変わってくるので、その自分のどこまで食べたら、要するにこのバランスがいいのかっていうのを知ってなきゃいけない方法っていうのが、これが私どもでやっております、ダイエット教室で教えてくださる、教えてるんですね。あとどうしても手短なところで、いやどうしても知りたいっていう方についてはインターネットとか、計算方法ありますので、また調べられるといいと思います。そうですか、食べたり食べなかったりの調整でカロリー制限するのは1週間でどういうふうに、どうなったかっていう1週間単位でこう見ていくっていうのも一つの方法だと思います。あとね、カズさん、どうしても夜遅く食べちゃう人っているじゃないですか。そうですよね、あれは絶対ダメなんですよね。できたら夕飯は6時までに、6時まで、かなり難しいね。そうするともうその過ぎちゃったらもう我慢した方がいいですね。一般的に言われている方法、これは本当にうちの主人も徹底してやってる時は、5時までに食事をして、で5時以降6時以降どんどん遅くなると、食べたカロリーの2倍3倍になってしまいますよっていうふうに言われてるんですね。そうなんですか、あんまり遅い時間に食べると、せっかくカロリー制限しているので、損しちゃうかなって。じゃあやっぱり寝るまでの間にずっとお腹を
入れてない方が休ませてる方がいいんですね。うん、なんかねちょっと、まあ、この後お話しすると、はい、副交感神経の話とかまたいろいろあるんですけど難しくなってしまうのでまず今ちょっとお話したいのはカロリーを減らしましょう、はい、でカロリー、まあ、要するにカロリーを減らすと栄養素も減らしちゃうことになるのでこういう時はねサプリメントとかいろんなところで売ってますので、そういうのを活用するのも一つの手だと思います。そうですね、はい、ちなみに私は食事の代わりにカロリーを減らすのに、はい、大豆タンパク由来のプロテインシェイクっていうのをお食事の代わりに取ってます。今日何かちょっといただいたチラシ、はい、こういったものもそうなんですか。はい、とてもなんか美味しそうにね健康シェイク、はいはい、そうなんです。私はちなみに、ね、はい、6ヶ月で私は15キロの減量に、はい、成功しまして、3食普通通りに食べてるとどうしても食べ過ぎてしまうので、まあ、こういうそのシェイクとか、はい、デトックスのハーブで基礎代謝を上げて、まあ、ダイエットを助けてもらえるっていうものを使いながらダイエットを今までしてます。あとね、最近ちょっと話題になってるんですけど、この間もちょっと NHK でご紹介してたんですけれどもカロリーを制限することによって長寿遺伝子100歳まで健康に元気に生きられるっていうサーチュイン遺伝子を、スイッチをオンするっていう話をこの間してたんですが、まあ、カロリー制限っていうのはただ痩せるだけじゃなくって長寿にもつながるんだなってそういうふうに思いました。それからカロリー制限大丈夫ですか。ここまで、はいはい、分かってきました。あと2番目、2番目が興味があるんですけど、うんうん、2番目何でしたっけ。寝てる間に痩せられる、はい、そうすごい嬉しそう。私にとってはそういう方に魅力を感じちゃうんですが、ね、どういったことなのかなと思うんですけど、はい、これもねちょっとこの図もう一回見ていただきたいんですけれども、これは消費カロリーを増やすっていうことをすればいいんですね、はい、でこの方法っていうのは一般的に運動しましょうと、うん、ダイエットっていうと食事制限とか運動じゃないですか。ただね運動ってね結構大変です。運動だけでも痩せるの、ね、消費カロリーっていうのは、例えばジョギング、はい、女性で50分ぐらいですね、はい、男性でだいたい30分ぐらい、これを目安にするとどのくらい消費カロリーしたかっていうと、お茶碗ご飯1杯分それだけ、うん、250キロカロリー、うわこれだけなんです。そうなんですか。そうなんです。だから思ったより効果がないんですね。そうですね、非常にやっぱり難しい。毎日続けていけば、何でも継続していけばいいんですけれども、じゃあ雨が降ったらジョギングできないですよね。そうそうそう、そうできない、そうですね、そうできない日もちょっとあったりするので、まあ、その寝てる間も痩せる方法っていうのは、つまりどういうことかって言いますと、筋肉の代謝を上げる、代謝を上げる、基礎代謝、はいはい、基礎代謝を上げるということなんですね、でということは基礎代謝の一番いい方法、筋肉をつけるということなんです、筋肉をつける。夜その寝てる間に筋肉をつける、寝てる間に筋肉をつけるんじゃなくって、いろんな方法で筋肉をつけると、あ、はい、基礎代謝がアップするので。なるほど、はい、そう寝てる時に寝てる、はい、こうやってじっとしている間でも消費をしていく、エネルギーをちゃんと消費をしていくということなんです。じゃあ具体的にはどうしたらいいんですか、ね、筋肉を増やす方法でしょ、聞きたいですよね、はい、聞きたいですね。まず食事方法としては、はい、1つ目はタンパク質を摂る、しっかりと、そして2番目がやっぱり運動されるといいですよね。はい、タンパク質って、はい、いろんなタンパク質、ありますよね、ありますよね、タンパク質、やっぱりお肉のイメージがね、すごい感じるんですけど、この前第1回目の時に、お肉より魚っておっしゃってましたよね、魚よりなんだか覚えてますか。魚よりも、大豆、大豆ってどういうのがありましたっけ。納豆、はい、お豆腐、はい、これはすごい今か、はい、一番印象が強いんですけど、私自身が好きだから、はい、食べるようにしてるんですけど、そうですよね、いいんですかそれは、はい、タンパク質、はい、どのくらい取ったらいいかっていう量とかも一人一人変わってきますので、だいたい1日何グラム取ったらいいのかっていうのも、これもダイエット教室の方で教えてくださる、はい、
教えてます。ああそうですか、はい、ちなみにですね、はい、ダイエットの方法ってまだまだたくさんこれからいろいろとお話をしていくんですけれども、何よりも一番大事なのは、健康にダイエットというのが一番大事ですので、はい、このコンセプトで、ダイエット教室の方を、ご案内してます。はい、はい、今これは場所は、目白のシャフルというところですね、目白駅前の、はい、ちょうど山手線のあれは外側かな、はい、になります。はい、歩いて1分くらいですね、1分くらいのところです、はい、近くていいですね、はい、こちらは毎週水曜日、ダイエット教室を行っているんですが、時間は夕方の6時半から、会社の帰りでも皆さん寄っていただけたらばいいなというふうに思っております。はい、これは女性の方ばっかりですか、はい、いや男性、メタボの方がやっぱり気になっている方が、ともんけさん、はい、大丈夫、考えてみる、なんか今チクチク刺さってますぜひ詳しく知りたい方は、まず携帯電話でご連絡をいただきたいんですが、携帯電話の番号を申し上げます。はい、080-5698-0082 までお電話ください。はい、実は私申し込んじゃったんです。あら、そうですかそうなんです、金曜日から ね、はい、でもね、楽しみです。またね、来月また樋口さん見えますよね。はい、なんかね今日ねすごく横に座ってて、痛かったんですよ、結構ね。そうですか。 なんで来月また居心地が悪くないように、少し、はい、反省して痩せるようにします。タンパク質を、はいはい、運動と、はい、ぜひ行ってください。はい、はい、今日はですね、ビューティークリエイター樋口陽子さんをお招きして、ダイエットの肝ですか、はい、こちらを教えていただきました。どうもありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。